義母です。義母だ。怖い。何かと怖いんです、この義母。まあ、僕の本当のお母さんから仕送りを遅らせろという指令が来たり、夜を開けるなと言われたり、義母は何かと怖い。義母はね、仕送りに憧れがあるの。段ボールにいろいろ詰めたりする、このような。うん、届きました。めったらこの義母は実家暮らしなんで、未だに仕送りの概念を知らないんですよね。あなたが本当に真の母を知っているなら、この中に俺が混ぜたものがあっても見抜けますよね。偽仕送りだ。偽仕送りがあってもわかりますよね。難しい。音訓の二択が難しい。この中に三つ忍ばせました、私が。もう義母の偽仕送り勝負です。いや、わかるよ、本当に。相手いつも同じじゃないけど、系統は同じなのよ。食べ物多め。多め。飲み物もあり。ただ一個言うと、おばあちゃんからの仕送りが結構多くて、お母さんからはそんなになくて、でも相性、義母も中身見て買ってきたわけじゃなくて、こうだろうなと思って買ってきて今混ぜたんだ。はい、じゃあわかるね。いつもだったら、マルセイバターサンドとかは入ってんの。はいはいはい。だからわかるよ。じゃあ、こっから普通の開封動画ということで。どうもー、 YouTuber です。お母さんから仕送り届きました。見るね。開けてみます。よく見るよく。あるの？あるよ。架空だと思ってやってたんだけど。いやいや、めちゃくちゃあるよ。俺それ全然見ちゃうもん。憧れがあるからな。そうそう。開けてみます。3個偽物ね。そう。 OK。 オープン。箱ね。これは俺手つけてないからね。この 4days ね。いや、わかんないもん。ある年を境におばあちゃんが絶対にね、これを送ってくるようになった。ちょっと怪しい核酸ドリンクって言うんですけど。怖い。DNA みたいな。で、なんか、黄色い液体なんだけど、水に3倍に希釈して飲まなきゃいけない。絶対1本高いでしょ。高い。だから希釈すんだもん。あ、まあそうだね。開けまーす。はい。はいはい。あー、いいですか、まず。何？マルセイバターサンド。あ、すごい。これは本物です。あー、なるほど。パッと見わからんね。なぜか、はい、お酒そんな飲まないのにつまみ系はよく入れるのよ。待って、俺うすらの卵大好きなんだけど、お母さん知らないと思うんだよ。ディバ？俺がなんでそれを知ってる？でもちょっと怪しい。いや、でも、いや、これはお母さんだよ。ナーバー。お母さん知らないんだ。え、俺知ってるよ。すげえ美味しいやつです。日ハムのね。これは北海道だな、マジで。ああ、はい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 。これも同じ系統です。つまみ。これマルセイバターサンドの同じ系統の北海道産バターどら焼き。これ本物でしょ。で、はぁ、お母さん。いや、お母さん。ありえるだろ。お母さん、お母さん。いや、お母さんらしいでしょ。いや、これ怪しいよ。カロリーメイト、今までの系統では全くないのよ。これちょっと怪しいです。おい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 、面白いでしょ。面白いでしょって言ってるんだもん。義母が入れたってことじゃん。お母さんのジョークじゃん。お母さんのジョークセンスね。1個目ー。確定の言い方のテロップ出たじゃん。何これ。面白いにしても嫌いだわ、なんか。汚いよね。唇展開、そう、汚い。顔の形にもマッチしないね。なぜかお蝶になるんだけど。内側が。こっちにぐーって。いいですね。いいですね、じゃねえわ。適当なこと言ったわ。最悪ですね。レンコンチップス。なこれ本物です。レンコンチップスだから。あ、そうなんだ。あるんだ、定番の。何これ、待って、なんか、何これ、この、脱出ゲームみたいな。脱出ゲームだったらやったやったってなるけど、仕送りだったら怖すぎるんだけど。ちょっと待って。でも俺それ知らんかもしれない。ワンピースね。待って、いろんなとこに入ってる。ちょっと集めてくわ、最後に組み立てるわ。リンゴチップス、これも。待ってよ、豚ね。お母さんもさすがにね、単価が安すぎるものは入れる意味ないと思うと思うんだよな、はいはい、これ怪しい。はい、怪しいですね。ちょっと本物っぽいもの一気に流していくわ。ああ、そうだね。甘酒、野菜ジュース。これ本物。体心配してるから。青の効果。黒酢。本物。はい、パズル。パズル。どんだけ入ってる？何これ？ラ・カフェテリア。カフェラテキャンディ。スペイン。なんで？義母とも孫とも関係ない。第三勢力入ってんだけど。これ怪しいですね。もつ煮。あー、これはもうめちゃめちゃ麻婆だね。レトルト。あ、そうなんだ。レトルト入りがち。なにこれ。なにこれ。いなり餅。これもレトルトっちゃレトルトか。電子レンジで。そうそう。面白いね。これ面白い。Interesting。どっちとかじゃなく。お母さん嬉しいね。
あ、これは本物です。お母さんです。よく入ってる。函館自慢、クリーンカボチャ。あれこんな名前だったっけ？ディバオ？クリーンカボチャ。なんか、ディボが絡んできたせいで全部怪しく見えてくるな。かわいそうに、お母さん。まあ、これは本物でしょ。マーバー。はい。全部出ました。で、何個残ってんの？ C とパズル。あ、5個残っちゃった。怖っ。待って、パズルによってはマーボーってこともありえんのか。ちょっと先踏み立ててみるか。グズって。まあでも丸いパズルだな、世にも珍しい。丸ですらない？変な形だね、これ。あ、丸じゃない、これ。いやー。安静。気持ち悪いって。気持ち悪くないでしょ。キモいって。ハートは可愛いでしょ。りょうくん、キモエ。違う。お母さん世代、そうやって絵描くでしょ。いつも YouTube 見て、笑っています。おい、ここダメだろ。お前、お母さんの名前。気持ち悪い。いや、マーボーだとしてもギボだと信じたいよ、これは。ハートのパズルの中にハートがあるのも気持ち悪い。これで二つ。そうか。となると、この三つだね。意外と難しいよ、これ。俺の中では、これは送る意味がわからない。はい、安すぎるから、はい。カロリーメイトはなんか、お母さんになりすまそうとしてる感が怪しい。なんかカロリーで済まそうとしてるというか。カロリーメイトだけにね。ギボ。ちょっとやめてよ、まあ。そう考えるとこれはまだあるか。これは、すいませんでした。いただきます。ここだ。カブトは豚麺好きなんだよな、きっと。撮影が終わった後きっと食べたいと思うんだよな。いやー、これはなー。2個入れてるというのもね、なかなか、作詞ですね。え？ 2 個？お母さんが入れて、2個がたまたま、ってこと？それだったらこう？いや、じゃあカロリーメイトは分かった。マーボー。はい。これが義母です。この3つが、偽仕送りだ！これ、義母、義母、義母、イエーイ。バレるか。バレましたね。いやでも、中見てからだったら俺もうちょいいけたよ。はいはいはい、なるほどね。けどね、思って、なんていうか、完成度が高い。そうだね。内容だったから。いや、でも、仕送りってこうよ、本当に。そうなんだ。だってなんか、俺大学の友達、水とか入れてくる。これはだから義母なんだよ。マーボーが。あんま喜んでたのに。うん。高台めちゃくちゃ喜んでたよ。高台の母は義母なのよ。もう幼い頃からきっと。いやでもこう考えたら豚麺はないわ、マジで。ありえない。お母さんも多分手に取ってこれはおかしい、あの子のためになるってなると思う。というわけでやっぱり無理ですね、仕送り経験がないと。でも今回一回仕送り経験を手に入れたので、次回。いや確かにな、これ見られちゃったら難しい。でももう無理よ。え、ギーバーだよ今度は。ギーバー。ギーバーでいいよ、ね、ギーバー。ギーバーからやり直させてくれよ。おばあちゃんさらに違うからね、ちょっと。あ、そっか、傾向と対策が寝れなくなっちゃう。うん。義母退散。いやー、あー、ちょっと退散。すごい時間かけたね。じゃあお母さんありがとう。ありがとうお母さん。お母さんいなり餅なんか、え、なんでどこにも割引シール貼ってないの？いや、定価で買うに値しない商品じゃないよ別に。このくしゃくしゃ感絶対そのカゴに入ってるでしょ。いや、わかんないよ。なり餅？美味しそう。4つ目でしょ。違う違う違う。お母さんも義母化してきてるな。